ペア、りくりゅう、荷物届いた、笑顔戻った、演技披露できてよかった、メダリストオンアイス。フィギュアスケート全日本選手権のエキシビション、メダリストオンアイスが26日、大阪、東和薬品楽サブドームで行われた。来年3月の世界選手権、埼玉スーパーアリーナ、ペア代表の、りくりゅうこと三浦璃来、木原龍一組、木下グループは青を基調としたアップテンポな、アイリグドを披露。3回転のツイストリフトやリフト、デススパイラルで会場を沸かせた。航空機の大幅遅延、ロストバゲージとアクシデントが重なり全日本は欠場となったが、スケート靴と衣装も無事に届いて演技できた。木原は、3年ぶりの全日本をものすごく楽しみにしていたが、出場できず本当に悲しかった。こうして皆さんの前で演技を披露することができて本当に良かった、荷物はここにあります、と笑った。怪我から復帰し、GP ファイナルも制したシーズン前半戦だった。四大陸選手権、世界選手権が控える後半に向けて木原は、レベルや表現力の向上をしていきたい、と話し、三浦も、3ヶ月練習できなくても短期間で仕上げられて自信になった。後半戦に向けて自分たちの良さをもっともっと磨きたい、と強調。世界舞台に向けて木原は、とにかく満足のいく、悔いのない演技をしたい、とし、三浦も、笑顔で滑れるように頑張りたい、と決意を新たにした。全日本欠場りくりゅうペア、エキシビで優雅に演技ロスバゲ荷物は、ここにあります。全日本選手権メダリストオンアイス。フィギュアスケートの全日本選手権は26日、大阪、東和薬品楽タブドームでエキシビションのメダリストオンアイスが行われた、トロント発及び経由地バンクーバー発のフライトの大幅遅延、ロストバゲージのため、欠場が発表されていた、りくりゅうペア、こと三浦璃来、木原龍一組、木下グループ、も演技。ロストバゲージとなった荷物も、ここにあります、わら、と戻ってきたことを明かした。曲目、アイリグド、に乗って、観客を沸かせた。青い衣装でリンクに登場した二人、息の合ったダイナミックで美しい演技を笑顔で披露した。本戦出場はアクシデントのため叶わなかったが、GP ファイナルで日本勢初優勝を果たした確かな実力を見せた。演技後、二人は場内インタビューに応じた。三浦は、3年ぶりの全日本をすごく楽しみにしていた。演技を披露できず残念な思いでいっぱい、と正直な胸の内を明かし、木原は、出場できなくなり、悲しかったけれど、皆さんの前で演技を披露することができ本当に良かった、とエキシビションで姿を見せられたことに安堵していた。ロストバゲージとなった荷物については、ここにあります、わら、と戻ってきたことを明かした。世界選手権、四大陸選手権ともに代表となっている。木原は、自分たちの満足いく、悔いのない演技をしたい、と話し、三浦も、私たちの良い滑り、笑顔で滑れるように頑張りたい、と意気込んでいた。全日本欠場の、りくりゅう、がエキシビに登場華麗な演技で魅了、こうして演技を披露できよかった。フィギュアスケートの全日本選手権から一夜明けた26日、会場となった大阪、東和薬品楽タブドームでエキシビションが行われた。ペアで、相次ぐ飛行機の遅延やロストバゲージで全日本を欠場した三浦璃来、木原龍一組、木下グループ、が登場。鮮やかな青い衣装で、アイリグドを演じた。ツイストリフト、デススパイラルなどを決め、今回の全日本では見ることのできなかった二人の演技に、観客からも大きな拍手が継がれた。場内インタビューで、三浦は、3年ぶりの全日本を楽しみにしていた。皆様の前で演技披露できなくて残念、と話し、木原は、ものすごく楽しみにしていた。出場できなくなって悲しかったが、こうして演技を披露できたこと、本当に良かったと思います、と喜んだ。二人は、10日に閉幕した GP ファイナル優勝などの実績から来年2月の4体ペア、りくりゅう、荷物届いた、笑顔戻った、演技披露できて良かった、メダリストオンアイス。フィギュアスケート全日本選手権のエキシビション、メダリストオンアイスが26日、大阪、東和薬品楽タブドームで行われた。来年3月の世界選手権、埼玉スーパーアリーナ、ペア代表の、りくりゅうこと三浦璃来、木原龍一組、木下グループは青を基調としたアップテンポな、アイリグドを披露。3回転のツイストリフトやリフト、デススパイラルで会場を沸かせた。航空機の大幅遅延、ロストバゲージとアクシデントが重なり全日本は欠場となったが、スケート靴と衣装も無事に届いて演技できた。木原は、3年ぶりの全日本をものすごく楽しみにしていたが、出場できず本当に悲しかった。
こうして皆さんの前で演技を披露することができて本当に良かった。荷物はここにあります、と笑った。怪我から復帰し、 GP ファイナルも制したシーズン前半戦だった。四大陸選手権、世界選手権が控える後半に向けて木原はレベルや表現力の向上をしていきたいと話し、三浦も2-3ヶ月練習できなくても短期間で仕上げられて自信になった。後半戦に向けて自分たちの良さをもっともっと磨きたいと強調。世界舞台に向けて木原はとにかく満足のいく、悔いのない演技をしたいとし、三浦も笑顔で滑れるように頑張りたいと決意を新たにした。全日本欠場りくりゅうペア、エキシビで優雅に演技、ロスバゲ荷物はここにあります。全日本選手権メダリストオンアイス。フィギュアスケートの全日本選手権は26日、大阪、東和薬品楽タブドームでエキシビションのメダリストオンアイスが行われた。トロント発及び経由地バンクーバー発のフライトの大幅遅延、ロストバゲージのため、欠場が発表されていた、りくりゅうペア、こと三浦璃来、木原龍一組、木下グループ、も演技。ロストバゲージとなった荷物も、ここにあります、わら、と戻ってきたことを明かした。曲目、アイリブド、に乗って、観客を沸かせた。青い衣装でリンクに登場した二人、息の合ったダイナミックで美しい演技を笑顔で披露した。本戦出場はアクシデントのため叶わなかったが、GP ファイナルで日本勢初優勝を果たした確かな実力を見せた。演技後、二人は場内インタビューに応じた。三浦は、3年ぶりの全日本をすごく楽しみにしていた。演技を披露できず残念な思いでいっぱいと正直な胸の内を明かし、木原は出場できなくなり悲しかったけれど、皆さんの前で演技を披露することができ本当に良かったとエキシビションで姿を見せられたことに安堵していた。ロストバゲージとなった荷物についてはここにあります、わらと戻ってきたことを明かした。世界選手権、四大陸選手権ともに代表となっている。木原は自分たちの満足いく、悔いのない演技をしたいと話し、三浦も私たちの良い滑り、笑顔で滑れるように頑張りたいと意気込んでいた。全日本欠場のりくりゅうがエキシビに登場、華麗な演技で魅了、こうして演技を披露できよかった。フィギュアスケートの全日本選手権から一夜明けた26日、会場となった大阪、東和薬品楽タブドームでエキシビションが行われた。ペアで、相次ぐ飛行機の遅延やロストバゲージで全日本を欠場した三浦璃来、木原龍一組、木下グループが登場。鮮やかな青い衣装で、アイリブドを演じた。ツイストリフト、デススパイラルなどを決め、今回の全日本では見ることのできなかった二人の演技に、観客からも大きな拍手が継がれた。場内インタビューで、三浦は、3年ぶりの全日本を楽しみにしていた。皆様の前で演技披露できなくて残念、と話し、木原は、ものすごく楽しみにしていた。出場できなくなって悲しかったが、こうして演技を披露できたこと、本当に良かったと思います、と喜んだ。